越中を荒ぶしは、富山県富山市やお地域で歌い継がれている民謡である。毎年多くの観光客が訪れるおわら風の盆では、この越中を荒ぶしの旋律に乗せて、踊り手が踊りを披露する。深夜の街流しこの民謡の起源については、諸説ある。この歌は、敬意が高く息の長いことなどから、島根県出雲地方や熊本県天草市の、早ぶしなど、 西日本の船歌が源流になったものとの指摘があるが、長い年月を経るとともに、宣伝の度を高め、今日では日本の民謡の中でも屈指の難局とされている。明治30年代後半のレコード創世期以来、全国各地の俗用が次々とレコードに吹き込まれるようになって、民謡の宣伝化の動きは加速していった。同時に各地で開催されるようになった。 民謡大会、さらにはその全国大会などによって、それまで一地方の俗用に過ぎなかった曲が、全国的に知られるようになっていった。おわら節も1913年に初めてレコードに吹き込まれ、民謡大会でもよく知られる民謡となった。さらに、今日のおわら節が完成されていく過程で、様々な歌い手の名手がいたことを忘れてはならない。中でも、 えじりちといわれる今日のおわら節の節回しを完成したえじりとよの功績は計り知れない。天性の美声、浄瑠璃仕込みの豊かな感情表現。おわら節の髪の句と下の句をそれぞれ一息で歌い切る、称法はえじりによって完成の域に高められたのである。歌詞の基本は7、7、7、5の26文字で構成する人句形式であること。 最後の五文字の前に、おわらを入れることである。前半の七、七が上の句、後半の七、五が下の句となる。歌は二十六文字で構成される、成長おわらが基本だが、これ以外に、頭に五文字を加え三十一文字とする、五文字かぶり、途中軸を余らせて、最後を五文字で結ぶ、字余りがあって、それを歌いこなす地方の歌い手にも、かなりの技量を要する。 これまで作成された歌詞は、大別すると、おわら雇用と、新作おわらがある。おわら雇用は、古くから伝わるもので、新作おわらは、野口宇城、佐藤宗之助、水田地区保、高浜巨子、長谷川新、小杉法案、小川専用、林明寺ら、王を訪れた文人たちなどによって、新しく作られたものである。その新作おわらについては、 1928年1月28日、初代オアラ保存会長、川崎淳二が、画家、小杉法案を八尾に招きオアラぶを聞いて、曲はいいのだが歌が下品なものも多くこのままでは、オアラは、スタレルと進言。そこで、川崎が、小杉法案に頼み作詞したのが、八尾式で、八尾の春夏秋冬を読んだ四首で構成され、これ以後新しく作られたものを、 新作おわらとしている。法案は、翌二月十日夜付の手紙でこの八尾式を川崎に送っており、約十日の間に作っており、この手紙は現在八尾お資料館にて展示されている。また、八尾八景発祥も作詞しており、二人の交友はこの後、三十数年に及ぶ。なお、この八尾式に振り付けをしたのが、舞踏家若柳義三郎で、これが、新踊りとなっており、 現在まで歌い踊り継がれている。また、これまで途中休止期間はあったものの、保存会では毎年おわら風のボン前に、越中おわら新歌詞を募集し、入選、佳作などを選んできたが、応募数が少なくなったため、2009年で休止することになった。おわらの歌詞数は大変膨大で、現在、八尾おわら資料館には、 明治10年以前の歌詞55詞を含む、明治から1928年以前の、雇用、それ以降から2009年までの、検証募集等選歌などの、新作おわらが、整理保管されており、その数は3070種に及ぶ。おわら雇用新作おわら林町流しでの歌い手と、地方おわら節の歌い手とともに、地方としておわら風の盆の雰囲気を作り上げるのが、三味線、呼吸。 太鼓の伴奏と林方の林である。特に呼吸が入るのは民謡ではやや珍しく、この楽器が悲しげな、むせぶような響きを加えることで、この民謡に独特の味わいをもたらしている。また歌と歌の間に、歌と全く違う愛の手と言われる感想曲を演奏するが、これが愛情を醸し出すと言われ民謡では珍しいものとされる。林は、 歌の前に生やす、歌われよわしゃばやす、歌の前、髪の句を歌った直後などに生やす、北さのさど子一緒の書や、歌と歌の間に生やす長林がある。生やし方はいわば指揮者のような存在で、大変重要な役目であり、歌い出しのタイミングを担っている。また踊りの種類によって生やすタイミングが違うため、楽器並びに歌、踊りを熟知することが必要である。 ただし夜半の町流しでは林や太鼓が入らないことが多い。故宮が大原節に導入されたのは明治40年代松本還元によってである。また当時矢尾たりまでも門付けのエリアとしていた越後小瀬の影響ではないかとも言われている。かつての大原踊りがどのようなものであったかを伝える資料は少ないが、天保年間に活躍した浮世絵師鈴木道英が 丸山焼きの下絵として描いた絵図が残っている。そこでは満月を仰いで踊る5人の女性が描かれている。おわら風の盆の町流しの原型と言われる町練りについては、もう少し以前に遡り、原禄年間、町外に流出していた町立てお墨付き文章を町衆が取り戻したことを喜び、3日3番踊り明かしたことに由来するという。その頃は、 阿波踊り同様、面白おかしく踊っていたらしい。後に品格を高める、ということから、現在の、おわら節を使うようになった、という説がある。おわらの踊りは、法年踊りと新踊りに対別される。法年踊りの所作は、農作業をしているところを表した踊りで、老若男女を問わず、誰にとっても楽しむことのできる踊りである。風の盆開催中の和踊りでは、 観光客が参加して踊ることもできるほか、市が観光客向きに行う、大原講習会や、富山県内の学校の運動会などで踊られているのもこの放年踊りである。放年踊りには、歌と歌との間に踊る素踊りと、歌の髪の国、宙中り、下の国、稲刈りの所作が入る所祭りがある。ただし素踊りのみで踊ることもある。次に述べる新踊りが後に振り付けられて、 新踊りと称されたことから、こちらの法年踊りは、旧踊りと呼ばれるようになっている。新踊りはさらに、男踊りと女踊りに分かれる。男踊りの所作は、農作業を表現しており、所作の振りを大きく、有猛に踊り、女踊りの所作は蛍狩りを表現しており、遠っぽく、上品に踊るのが良いとされる。この男女の新踊りは、 昭和初期に川崎順二と信仰のあった日本舞踊家若柳流若柳義三郎によって振り付けられた主に舞台演技用の踊りである。まず女踊りを当時八尾にも多くいた芸つみたちに振り付け、その後男踊りを振り付けた。もともと女踊りにだけ歌に合わせた式の所作が入っていたが近年では男女混合で踊るときにペアを組んで妖艶な所作を 入れたりもしている。なお、この所作は、矢尾の拡張内ごとにいろいろと改良工夫がなされており、おわら踊りの特徴の一つとなっている。揃いの浴衣姿の女性踊り手ハッピー姿の男性踊り手踊り手の衣装のデザインや色は、拡張によって異なるが、男性、女性ともに、編み傘を深く被るのが特徴である。このように顔を隠すようにして、編み傘を被るのは、 かつて手ぬぐいで顔を隠して踊っていたことの名残である。男性の踊り手は、黒のハッピに猿ル黒旅姿、女性の踊り手と地方は浴衣に、白旅姿である。なお、これらの衣装は大変高価な素材で作られている。また、シャミと呼吸の皮は水気に弱いため、雨天の場合、おわら風の盆の諸行時は中止となる。 男性の踊り手が着て踊るハッピと、サルマタは農作業着を模している。これは上下とも木綿ではなく絹の羽豚へで作られており、各張それぞれ衣装を凝らした模様と背中には各張の紋章が入っている。帯は日清町以外は角帯である。女性の踊り手が着て踊る浴衣は胴回りや袖の部分におわら節の歌詞が染め抜かれている。ただし、東町。 鏡町の女性の浴衣には歌詞は染められていない。また、拡張年齢によって色やデザインが違う。女性の踊り手の衣装で一際目立つ黒帯はお太鼓に結ばれており、艶やかで大人びた印象を与える。この黒帯の由来については、かつて帯は高価で揃えるのが大変で、どの家庭にも冠婚葬祭用の黒帯があったので、踊り手たちが用意しやすかったと伝えられている。 なお、東町の女性の踊り手のみ、黒ではなく金銀の市松模様の帯を用いる。また、諏訪町と東新町以外では、黒帯に赤い帯締めをする。小学生以下の踊り手は、編み傘は被らず、男の子は年長者と同様のハピー姿だが、女の子は揃いの浴衣の町とそうではない町があり、各家庭で用意した、普通の浴衣を着ている。ただし、 東新町の小学生女子のみは、沙乙女姿の浴衣に、鉄鋼、キャハン、黒帯、黄色の帯締めという衣装で統一している。なお、おわら風の盆の浴衣姿は、同じく編み傘を被る泡踊りの衣装と似ているようにも、捉えられがちであるが、泡踊りのように鉄鋼や見せるための毛出しをつけることは、なく、編み傘と旅を履く以外は、 基本的に普通の浴衣姿であり、履物も下駄ではなく草履である。地方は公式行事中までは町内ごとに決まった浴衣、白旅、草履姿だが、それ以降地方の多くは、各自思い思いの着流しに着替え、草履も履き替え町流しに出る。1929年8月、越中八尾民用藁保存会が設立された。初代会長には、大正時代後期、 廃れかけていた風の盆を憂い、東京などより、歌人、詩人、音楽家、画家など、上記の文人たちを招き歌を読んでもらったり、若柳義三郎を招き新踊りの振り付けをしてもらい、踊りの育成に力を注ぎ、各地の大原の公園に奔走するなど、資材を投げ打ち、大原の最高、保存育成に力を注いだ東町の医師で、大原中高の祖と呼ばれる。 川崎順次であった。これを記念し、小佐市、越中八大原武士を配布したが、2009年設立80周年を記念して復刻版が発行された。なお、東町にあった川崎の聖火並びに、病院根治は現在、八尾原資料館となっているほか、越中八尾観光会館前広場には、川崎の銅像が立つ。また、 保存会は1995年5月26日に地域伝統芸能活用センターより地域伝統芸能大賞を2004年にはサントリー文化財団よりサントリー地域文化賞を受賞している2000年4月28日に開館した八尾町東町の小原中高の祖と呼ばれる川崎順次の聖火及び病院跡地に立つ おわら節や風の盆に関する資料展示により、おわ発見に関わった人々と歴史などを紹介する施設。約10分間おわの映像が映し出される映像展示室、資料展示室、八尾の町屋内部を再現した漆喰壁の休憩室などがある。また、おわら節の菓子3070種を整理保管している。詳細は、八尾資料館を参照長田の 戦闘編長、1998年、10ページ、坂井博江尻豊治のこと、なるせ編、2004年、65ページ。風の盆応募現象で、恒例の菓公工房休止なるせ編、2004年、108ページ。小わら資料の電動完成や映像展示。町屋など三島構成28日に、オープン通年観光の拠点に、 北日本新聞2000年4月19日16面。ありがとうございます。